シールドトンネル。シールドトンネルは、シールド工法によって掘削されたトンネルである。シールドと呼ばれる筒、な内紙箱で、霧刃工法のトンネル壁面を一時的に支え、霧刃を掘削しながら蓄次シールドを前進させると、共に、シールドの工法に壁面を構築する。現代では、もっぱら、高度に機械化された、シールドマシンを使い、壁面は分割された、ブロック。 セグメントを組み上げて構築する。セグメントは工場で大量生産できるのでコスト面に優れる。開作工法や新米トンネル工法などと違って一部を除いて地上部分を大きく掘り下げる必要性が低いので掘削中の地上部分への影響を抑えることが可能である。軟弱地盤でも掘り進むことができるというのが最大の特徴で 水定トンネルの掘削に活躍した。土地利用の深度化に伴い、最近の地下鉄、道路、主に都市内、共同工、下水道、地下水路、地下河川などのトンネル工事では、シールドトンネルが多く採用されている。シールド工法による最初の成功例となったトンネルは、マーク・イザムバード・ブルネルによって開発され、彼とトマス・コクランによって1818 18年1月に、 特許が取得された。ブルネルと彼の息子、イザムバード・キングダム・ブルネルは、テムズ・トンネルの掘削にそのシールド工法を採用し、1825年に掘削を開始した。ただし、開通は1843年まで待たなくては、ならなかった。ブルネルが、シールド工法のアイデアを思いついたのは、造船所で働いている時に見た船食い虫、船食い虫に期限があると言われている。 フナクイムシは水中の木質に穴を開けてそこに住むため木造船の天敵であり研究対象となっていた水中の木材に単に穴を開けただけではすぐに周囲の木材が膨張し穴が狭まってしまうがフナクイムシは石灰室を壁面にすりつけて一種のトンネルを作っているのであるこのブルネルのシールドはロンドンランバースのモザレイサンズフィールド 排水用スチームポンプも建造により供給された。1870年、ブルネルが考案したオリジナルのシールドの形状は、ロンドン中央を流れるテムズ川の下へのタワー地下道の建設中に、により、大幅に改善された。バーローが行った最も決定的な技術革新は、ブルネルが考案した長方形断面のシールドを円形断面とした点である。これにより、 一挙に建設作業が単純になるばかりか、周囲の土砂の重量をうまく支持できるようになった。バーロータイプのシールドの形状は、1884年には、シティサウス、ロンドン鉄道、現在のロンドン地下鉄農山線の一部区間の建設に際し、ジェームズ・グレート・ヘッドによって大型化され改善された。今日に至るまで、大抵のシールドトンネルは、 グレーートヘッドドタイプののシールド工法に何らかの起源を持っている。日本では、1917年に、上越本線折渡りトンネルの一部区間で、単線シールドトンネルが、初めて採用された。1936年には、世界初の海底鉄道トンネルである、関門鉄道トンネルでも採用され、1964年には、大阪市営地下鉄、現、 大阪メトロ中央線で日本初の伏線シールドトンネルが採用された。シールドトンネルは現代ではシールドマシンを使用して掘削され、その試行法はシールド工法と呼ばれる。一般的なシールド工法の手順は以下の通りである。シールドマシンを地下へ運び発進させるために、改作工法によって縦弧、縦穴が掘削、構築され、 構内に発信設備が収められ、基地が作られる。シールドマシンは、鉄鋼メーカーなどの工場で製作されるが、よほど昇降系ではない限り、工事現場に搬入される前に一旦分割され、運搬される。工事現場の発信基地に運ばれた、シールドマシンは、大型のクレーンによって、縦工下に下ろされ、再度、組み立てられる。この縦工は、トンネル完成後は、 鉄道では、駅、道路では、換気等、下水道では、人向、マンホールなどに転用されることが多い。転用を最初から計画に織り込んで、地下鉄であれば、駅を定置と、駅を定置の間を航空とするといったように調整が、される。シールドマシンは、一般的には、円筒形である。マシン本体の外周の広角は、マシン内部で、 トンネルが構築されるまでの間、地山からの土圧、地下水圧に耐える役割を果たす。マシン先端の切り刃に接する部分は、カッターヘッドという回転するメイン板となっており、ここに、おろし金のような、細かい刃、カッタービットあるいは、ビットと呼ばれるや、ローラーカッターが円周上放射状に多く、配置されている。ビットは常に、地山と接し軟弱度、高出動、 ローラーカッターは玉石、または岩盤を切削するという、最も過酷な環境にあるため、超硬合金や焼結タングステンカーワイドなどの、強靭な素材が用いられる。また、カッターヘッドの形によって、トンネルの形も変わってくる。その形は四角形から円を並べたものなど様々で、ある。シールドマシンの後部にはジャッキが円周上に配置されて、おり、 このジャッキの推進力でマシン全体を前進させ先端部を切り刃の地盤に押し付けながらカッターヘッドを回転させて地山を掘削指針する。またシールドマシンの形によってトンネルの形も変わってくる。デー圧式シールドで土砂圧送方式によって土砂を搬出する場合、掘削された土砂ズリは切り刃で蘇生流動化してパイプで地上まで輸送される。 また、釣り降車方式によって土砂を搬出する場合、シールドマシンのスクリューからベルトコンベアで後方台車の後部まで土砂を輸送して鋼車に乗せる。土砂を乗せた鋼車はトロッコによって縦降下部まで移動し、鋼車部のみをクレーンによって縦降上部、地上部に釣り上げる。釣り上げられた降車内の土砂は地上ヤードまたは縦降内に設置され、 ピットや土砂処理施設で処理、脱水されて、ダンプトラックを用いて土捨て場や産業廃棄物処理場へ搬出される。マシン内部ではあらかじめ工場製作された、セグメント、円弧状のブロックで、鉄筋コンクリート製、鉱製、中鉄製など、置き換えにより組み上げ、トンネル本体がトンネル断面の一周分、一輪靴構築される。セグメントは、 工場からトレーラーで現場に搬入され、縦工から地下のシールドマシン内部までクレーンとトロッコで運び込まれる。セグメントが1リング分配置されると、その部分のトンネル本体は完成する。鉄道、道路トンネルでは、1リングは5から10個程度のセグメントで構成され、セグメントの幅、トンネル縦断方向の長さは0.3から1.8メートル程度で、ある。これらは、 トンネルの小道や形状、用途、使用するセグメント等によって異なる。軌道敷設、道路床板設置、防水、防火などの目的のために、完成したトンネルのセグメント内側にさらにコンクリートなどを巻き立てる二次復興場合がある。このためセグメントは一次復興とも呼ばれる。セグメントが一リング分組み上がると、組み上がった部分、セグメントリングにジャッキの 半利家を取って、シールドマシンを前進させ、次の掘削、推進を行う。蒸気の2から3の工程を繰り返しながら、トンネルを1リングごとに組み上げる。トンネル完成後のシールドマシンは、その場で解体して、部品として回収するか、脇道を掘り地中に埋没、廃棄されることが多い。外角をトンネルの構造物の一部として残す例も、ある。 壁面を観察すとわかることがある。蒸気のように基本的には現場ごとにオーダーメイドされる移転、ものであるが、稀に別のトンネルのために再利用されることもある。再利用されない場合、保存や展示がされるケースもあり、京阪中野島線の中野島駅には、シールドマシンのカッター部分、一部がモーニュメントとしてトンネル集団に保存されている。海ほたるパーキングエリアには、 東京湾海底トンネルの掘削に使われた巨大なカッターを加工した巨大モニュメントがある。名古屋市交通局日清工場などにはシールドマシンが保存展示されている。圧機工法自体はシールドの工事に限られない近年では技術の進歩によりシールド工事では切り葉面のみに加圧する手法が取られるが過去特に切り刃が剥き出しの場合は 校内の気圧を上げる気候法がシールド工事で使われることも多かった。これは作業員の出入りに手間を要し、特に出る際に減圧症の危険があった。また、おかち町トンネルの陥没事故のように、浅い場所で土砂を吹き飛ばしてしまう事故もあった。他にもトンネル外に対して、土中の酸欠空気が近隣の地下室に吹き出す。圧力に耐えるようにするために土壌に注入する薬品入量線。 などの危険があったため解決に向けた努力が図られ、近年のシールド工事では、悪鬼工法は使われなくなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。